とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は今このブンブン振り回してる武器、使っていきたいと思います。ダウンロードコンテンツで新しく出てきたユニーク装備だね。これ、覆われた怒り、です。これはどうなんだろうね。一回振ってみたところ、遅いっていうのが、一番の感想。めちゃくちゃ遅い。今までの武器で一番遅いんじゃないかな。で、これだけども、ノーマル品が、これです。もともと、重力は、ついてるのよね。ユニーク品になると、毒の雲が、付属されてます。毒の雲か。微妙だと思うんだけどね。まあ、とりあえず使ってみましょう。新しいね、エンチャントがついてるのよ。リフレッシュ。ポーションのクールダウンが3秒減少するか。まあ、一回やってみるか。どんな感じかわかんないしね。で、ここは、旋風かなと思ったけども、爆発でいいか。爆発にしとくかな。で、こっちを、クリティカルか鋭利、どっちかなと思うんだよね。振りが遅いから、もう、元々の攻撃力を上げれば、いいとも思うけども、クリティカルも悪くないよね。そうだな、鋭利にしときましょう。元々のダメージを上げていきます。では、今日行く場所だけども、新しいとこ行きます。輝く渓谷。ここに行ってみましょう。プラス25。では、行きましょうか。まあ、一応、念のためにダイナモク2を、一応入れときます。しゃあ。どうなんだろう。まあ、ダメージがでかいから、吸収はすごいするよね。HP の吸収は、がっつりすると思うんだけども。いやー、とても、使いやすいとは言い切れないな、これ。まあ、確かに、一発の攻撃力はでかいんだけども。これどうなの？じゃあ、まず、毒の雲が、まず微妙なんだよね。あ、やべ、ああポーション使ったと思ったんだけどな。ちょっと数秒の差で無理だったのか？防護ついてると、なかなか減らせられない。やっぱりそこまで、やっぱ振りの遅さで、ダメージは全然稼げないな。いや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 、きついぞ、これ。クリアできるか、ちょっと不安になってきた。これ、いけるかな？まあまあ。一応、範囲は、むちゃくちゃ広いんで、その範囲を生かそうか。範囲を生かした戦いを、やっていこう。こっちか？そう。ここで長いのよね。ここのダンジョン、長いの。大概のやつは一撃で沈めれるか。これは、爆発、爆発までもよかったか。旋風かなと思ったけども、爆発でも良さそうだ。いや、これきつい。いや、これは、きついぞ。ここまで振りが遅いと、ちょっと、やばいな、これ。ちょっと慣れてきた。ちょっと慣れてきたぞ。一発のダメージが、ちょうどね、この雑魚敵を倒すのに、ちょうどいいダメージなのよ。このダメージプラス毒の1、2発で倒しきれるので、まあ、
ある程度の距離を守っていければ、うん、全然大丈夫っぽいな。ただそのね、感覚が難しい。結構むずい。わー、嘘やろ。ちょっと待って。よし。オッケーオッケー。あれね、見た目ほどダメージないもんね、これ。見た目ほど痛くないっていう。よっしゃー。太い。あー、亀の赤ちゃんだったか。え、どっち？下か？あ、下ね。じゃあもう少しでしょう。だいぶ、先の方まで来たんじゃない？いや、意外といけたな。これクリア絶対難しいぞと思ってたけど、そんなことなかったね。結構ね、手前、いや、先の方から振っとけばいいのよ。この距離感だね。この距離感が分かったら、そこそこいい。あ、終わりだ。ここ封印解いて、終わりだね。じゃあここきついかもしんないね。ちょっと最後頑張りましょう。こうクリアした時ね、ドカーンってこう上に上がってかっこいいもんね。基本これその場で振っとくだけでいけるかも。あ、いや、トライデント投げてくるからちょっと難しいか。うん、結構ね巻き込んでくれるから、この爆発はね大正解。うん、爆発はこれすごくねマッチしてる、この装備と。よっしゃ、あおで、この力のポーションが入った時がものすごく強い。無双状態になるね。まあそれはそうだよね。もともと攻撃力がバカ高いのにそれに、倍になるんで。おっと、今のは毒ダメージがナイス。よっしゃ、はい、ネクロがどうした。しゃあ、ゴリ押しだ。え、何、毒かなんか。ああ、違う、危ない危ない危ない。なんか食らってるなと思ったら息できてない。そのゲージしっかり見とけ。よし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 、呼吸ゲージしっかり見とかないと。あぶねえ。よし、終わった？あ、クリアですね。引っこ抜きましょう。はい、ということで今日は覆われた怒り使ってみました。これだね。ね、まあ強いには強い。結構離れた状態からこれぐらいからでもねダメージを与えれることができるので、まあ、戦い方だね。今までの、こう、近くに寄ってきたら攻撃するとか、そういうのに慣れてるとちょっと難しいけども、まあ、敵が近寄る前に、やっつける。その感覚でいけば、結構強いと思う。ただ、このね、エンチャントが難しい。エンチャン難しいね。爆発はいい。爆発は合ってる。で、エーリも、もともとね、200万のダメージだから、これが、270万ぐらいになるので、悪くないんだよな。なんかエンチャントはね、ちょっと考えなきゃいけないかな。まあ、毒ダメージは、そう大したことないので、あんまり期待しない方がいいです。まあ、これは本当攻撃範囲だね。攻撃範囲が、もうとんでもないことになってるので、まあ、そこをうまいこと活かしていければ強い武器になるのではないでしょうか。はい。では、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。